異国の地タイで単身戦い続ける若者がいる。キックボクサーシロウ25歳。彼が人生をかけて極めんとするもの、それこそがタイの国技ムエタイ。誰も見たことのない景色を見る。少年の頃からの変わらぬ思いを抱き、シロウは鍛錬の日々を過ごす。最高のムエタイとやっぱり見た人をやっぱ感動させれる、同じ人間とは思えないような動きをできるような選手が本当に世界最高峰の選手だと思いますよね。そんな矢先に舞い込んだ日本のビッグイベント、ライズからのオファー、そして立ちはだかるその団体の現役王者。いきなりライズのデビュー戦で本当ライズのチャンピオンである工藤選手と組まれたってことは、本当それぐらいライズ側も期待してる証だと思ってるんで、やっぱり当日一番インパクトのある勝ち方できるようにしたいですね。いざ世界の猛者たちが集うライズのリングへ、シロウの一世一代の挑戦がこれから始まる。ライズデビュー戦で初めてのライズルールでしっかりライズチャンピオンで工藤選手を倒して勝って、どのルールでも強いことを証明したいと思います。強い男はどんなルールで戦っても強い。世界で認められる最高の男になるべく、シロウは今新たな挑戦の道を歩き出した。キックボクサーシロウ挑戦者編、ロード・オブ・ムエタイ第3章、立ち技格闘技の最強を目指してライズのリングに参戦。年間3500万人以上の観光客が訪れる国、タイ。この国で最も知られているものの一つが、世界最強の立ち技格闘技と言われるムエタイである。そのムエタイを極めんとするため、単身タイに渡り日々鍛錬を積む25歳の若きキックボクサーシロウ。シロウは若干15歳の時からこの国で生活。当初は身内も知り合いもおらず、さらに言葉もわからない状態でたった一人ムエタイと向き合ってきた。ひたむきな努力と決して諦めることのない強い心、言語と格闘技スキルを高いレベルで磨きながら、シロウは成長してきた。その苦労はとても言葉では言い表せないが、ムエタイという格闘技の魅力をシロウはこう語る。その当時はやっぱり最後もそこまでできなくて、ムエタイは本当ただのすごいとしか見てなかったんですけど、やっぱり自分が強くなるにつれて最後も分かるようになりつつて、まあ、やっぱり芸術的な部分もあるので、やっぱり奥が深いなと本当すごい思いましたね。やっぱり国技だけあるだけでやっぱり違いますよね。最高のムエタイとやっぱり見た人をやっぱ感動させれる試合や動きですよね。だから例えば同じ人間とは思えないような動きをできるような選手が本当に世界最高峰の選手だと思いますよね。しかしそういう魅力がある反面、誰にでもできる簡単な世界ではない。立ち技格闘技の中で一番難しい競技だなってのを思いますね。奥が深すぎますよね。肘もあって膝もあって、全部の蹴りパンチ全部の技を習得しないといけないっていうのもありますし、でもその分全てがあるからやっぱり技は多彩ですし、見てる方を魅了する部分もあると思うので、本当に奥が深い競技だなっていうのは本当に長くムエタイと接するにつれてどんどん分かってきますし、難しさはやっぱり分かりますよね。シロウは3歳の頃から格闘技を始めた。
当初はアマチュアの頃から強かった兄と姉の後を追いかける日々だったが、その兄と姉はプロになることなく格闘技をやめた。そして四郎は自分自身が強くなるためだけにキックボクシングに打ち込み、そして世界最強の立ち技格闘技ムエタイにハマっていった。ムエタイデビューは2009年8月の16歳の時、そしてキックボクシングデビューは2010年1月同じ16歳の時だった。今では盛んになったキッズ選手からのプロ転向、四郎はすでに10代の頃から高いスキルを備えていた。そんな四郎のプロキャリア第一章のハイライトは2016年1月イギリスからやってきたダニエル・マッグウォーンとの一戦。 ISKA ムエタイ世界バンタム級王座決定戦のこの死闘を見事に制し、四郎は初めてその腰に世界のベルトを巻いた。続いてのプロキャリア第2章のハイライトは翌2017年1月のバカイペット日程サムイとの一戦。本気の対人とムエタイ試合をやらないと意味がない。四郎の強い意志により全てのファイトマネーが総取りとなったこの戦いもまた壮絶な激闘となった。タイ国内では知らぬ者はいないと言われるテレビマッチの猛者、7チャンネル王者バカイペット。最終ラウンド残り0秒で四郎は完全 KO。 この勝利で日本国内の格闘技関係者はもとより本場タイのムエタイプロモーターたちにも四郎の名前は強く刻まれることとなった。2018年7月四郎はいつものようにタイ・バンコクにいた。現在四郎がこの国で所属しているのはムエタイ最大プロモーションと呼ばれるギャットペットジム。長年にわたりタイ語とムエタイ技術を習得してきた四郎は、外国人を受け入れないと言われたこのギャットペットジムの信頼を勝ち取り、しかも有力選手の一人として成長を遂げてきた。今では伝統のルンピニースタジアムでのレギュラー参戦も果たし、外国人ムエタイ選手の第一人者に数えられる四郎。しかしまだまだその先の高みははるかに遠くだと彼は語る。本物を目指すか目指さないかで違うと思うんですよね。タイで結果を残した外国人って本当多分2人か3人、特にフランス人とかしかいないと思うんですよね。そういった選手っていうのはやっぱりタイ人の小さい子供たちが憧れる外国人ムエタイ選手、そのタイ人が憧れる選手になるっていうのはやっぱりなんか外国人選手って本当すごいなっていうのは尊敬はしますよね。レンピニで試合して1年ぐらい経ちますけど、やっぱり知名度っていうのはやっぱり日本人の中でトップだと思いますし、自然に勝っていけばランカーになれると思うので、とりあえず自分自身を信じて勝ち続ければ自然と道は見えてくると思ってるので、成功法じゃないですけど自分しかできない道だと思ってるので。2018年9月この日は四郎のルンピニースタジアムでの試合。対戦相手はそのルンピニーとラジャダムナンのタイ2大スタジアムでランキングに名を連ねたことのある強豪、カオカオデーン・ファロン・ナムカン。当初はカオカオデーン有利と見られていたこの試合だが、序盤から四郎がプレッシャーをかけ優勢に試合を進めていく。ちなみにこの試合のターニングポイントはどこにあったのか、それを四郎に聞くと意外な答えが返ってきた。
しかしその答えの中にムエタイという格闘技の面白さがある。3ラウンド終了時に多分ジムの会長から勝ったらチップで2万バーツ渡すって言われて、まあ、そう言われたらやっぱり元気が出るっていうか、答えなんですけど勝たなきゃダメだなっていうのはさらに思いましたね。まあ、なかなかない競技ですよね。まあ、だからギャンブルで成り立ってる部分、外国人に対してもしっかり結果残したり対等に渡れれば同じムエタイ選手を扱ってくれるっていうのはやっぱりムエタイのいいところだとも思いますね。タイの国技ムエタイは賭けを中心に動く。戦う選手はもとより会長やトレーナーたち、関係者、そして会場を埋め尽くすギャンブラーたち全員がお金という何よりシビアな価値観のために一喜一憂する。タイ人の場合やっぱり家族を養うっていうのが一番なので、ファイトマネーですね。まあ、簡単に言うと選手って競馬とかでいう馬ですよね。だから勝てばギャンブラーからしても商品価値ありますし、負けたらないですよね。勝ったら本当にヒーローですけど、負けたら本当に犬のように扱われるっていうのがよくみんな言ってますけど、本当はっきりしてる世界だなと思いますね。本当勝った時は本当にジムの周りみんな喜んでくれますけど、負けた時とか一人か二人しか残ってないですからね。この日シローはギャンブラーたちの指示を受け、見事に判定勝利を飾った。最後はもう負けを認めたカオカオデーンが手を出すことなくリングを回る。勝利を確信するシローもまた追撃することなくそれに応じた。シンプルでいて、しかし非常に奥深い。ムエタイはタイ人の生活と切っては切り離せない大事なものだと実感できる。しかしタイ人とは異なるマインドを持つシローにとって、ここで得るファイトマネーは別のモチベーションへと昇華される。タイ人っていうのはその家族を養える競技だから、家族を養うために向いてやってるわけじゃないですか。で、別に自分の場合そういう思いはなくて、やっぱりじゃあどうすればタイ人と同じようにそのハングリー精神を持てるかと思った時に、やっぱりタイのエイズ承認施設じゃないですけど、そういったところに恩返しして、例えば自分が勝ってそうですね、ファイトマネーが高くなって知名度も上がれば、自分のそういった活動を一緒にしてくれる人も増えると思いますし、支援額も増えてくるので、やっぱりそこをモチベーションにやってますよね。そう、シローは自身のファイトマネーの一部の寄付と物資支援活動をさまざまな団体や施設に行っている。このバーンタマラック小児 HIV 孤児養護施設はプロデビューの時から訪れている場所でもある。タイへの恩返し、シローの心の中には常にこの国への感謝の気持ちがある。タイは本当に自分にとって、まあ、第二の故郷でもあると思いますし、タイで生活してやっぱ辛い思いもたくさんしたから今の自分があると思いますし、まあ、タイ語できなかった時の自分に優しくしてくれたから、自分も少しでも恩返ししたいって気持ちはありますよね。自分の少しのファイトマネーでも、やっぱチケットの売り上げからでも、やっぱり助けれることができるなら助けようと思って始めましたね。そしてタイにはお布施をし徳を積む短文という言葉がある。来世の幸せのために行うこの短文をシローもまた当たり前の行為として実践している。まあ、短文って徳を積む行為っていうことで、来世のためにっていうことで大事にやるんですけど、まあ、自分は来世のためにじゃなくて今できることが他人のために役に立つんであれば、少しでも見てたらやった方がいいかなっていう思いで短文をやってます。小さなことでも続けていけば、今タイでテレビマッチ出てますけど、バンタムラックに寄付してるってことで、でタイ人とかにもいろいろ言われるので、だからやっぱり今徐々に知られてきてると思うので、まあだから自分ができる範囲でやっていくのがやっぱ
理想かなと思ってますね。2018年7月タイのテレビマッチで勝利したシローは、施設の子供たちにこんな激励の言葉を送った。大丈夫、ピーショックメハ、大丈夫メハ、どうぞピーシャラメシャラゴコクンティッゴコクンティッシュエイチアビーナカゴノノゴタンジャイナンスレゴタンジャイリアンナカゴでピーゴマーボイボイナカゴファイヤムジャーเก่งขึ้นแล้วก็ได้เงินเยอะเดี๋ยวช่วยได้เยอะครับจะพยายามครับขอบคุณค่ะมีซีโร่นะคะ1 2 3いつも支援してくれる異国の地から来たムエタイ選手は子供たちにとって本当のヒーローだ。彼らもまた感謝の気持ちを強く持っている。น้องเป็นเหมือนเป็นฮีโร่ให้น้องๆเหมือนเป็นผู้นำให้น้องๆเป็นแบบอย่างให้น้องๆได้เลยนะคะคือเวลาน้องได้ดูแล้วน้องก็จะเชียร์แบบเฮ้ยเฮ้ยพี่ซีโร่สู้ๆพี่ซีโร่สู้ๆอะไรประมาณนี้นะคะค่ะそして2018年9月シローはさらに別の施設にもファイトマネーの寄付と物資支援活動を行った。タイ北部チェンマイにある視覚障害者支援学校。一生懸命に毎日を生きる子どもたちの姿にシローも心を打たれたようだ。まあ自分はこうやって五体満足に生活してるのを、それだけですごい幸せなんだなと思いました。やっぱり盲学校っていうの自分は初めて寄付しに来ましたけど、やっぱり目が見えないだけでやっぱり。こんだけ大変なんだなっていうのはやっぱり感じましたね。つながった絆、これらの支援の広がりは続けていくことから少しずつ大きくなっていく。何事もやっぱ続けていくことが大事だと思うので、まあ、できる限り支援はしていきたいなって思いましたね。そしてタイを中心に活動してきたシローに意外なオファーが突然舞い込んできた。日本の立ち技ビッグイベントライズからの電撃オファー。挑戦っていうのも込めての試合なので、本当にだから挑戦の気持ちで今回試合に臨みます。シローの格闘技の歴史に新たなページが刻まれる。単身タイでムエタイの頂を目指し挑戦を続けているシローに、意外な日本のイベントから突然のオファーが届いた。そのイベントの名はライズ。神童那須川天心をエース格とし、国外特にムエタイからも本物の実力者たちを集結させている。今一番ノリに乗っている日本のビッグイベント。ただしそのルールは、いわゆる従来のキックボクシングルールから肘打ちなどをなくし、組での膝蹴りにも制限を加えた独自の立ち技格闘技。シローの得意な攻撃は一部封印になる。それでもこのイベントに出場するメリットは、日本での知名度を考えると非常に大きい。そしてさらに、シローの相手に選ばれた男はこのライズを象徴する選手、現ライズフェザー級王者工藤正秀。とにかくそのファイトスタイルはアグレッシブ。ひたすらガンガン前に出て、その頑丈な肉体ごと相手にぶつかっていく心強きファイター。技を繰り出す姿が独特な動きであることから、キモロー、キモジャブ、キモボディーブローと称されるが、その破壊力は全17章のうち 12KO を生み出すほどの衝撃を誇る。まさにライズスタイルに特化した
このタフネス現役王者が四郎の前に立ちはだかる。そしてこの対戦が発表された2018年8月の時点では四郎はまだタイにいた。その四郎についてライズ代表伊藤隆は記者会見でこう説明した。まず 57.5 キロ契約、工藤正秀対四郎、四郎選手初参戦です、打倒那須川天心に向けて、方向性をライズに絞りました。ムエタイ世界王者ですけども非常にパンチが上手くて、ルールにも適応できるスタイルだと私自身は思います。そして対戦相手となる工藤は四郎選手の対戦が決まりました。僕がデビューした時からもう第一線で活躍してた選手で主戦場が四郎選手タイだったんで、やることはないなと思ってたんですけど、まさかの今回対戦することになりました。向こうの方が知名度が上なんで、僕の名前を売るチャンスでもあるんで、ぶっ倒したいと思ってます。ライズのチャンピオンとしての、試合なので、もう倒されてでも、倒しに行く、そういう覚悟を持って試合したいと思っているので、バチバチの打ち合いになると思うのでぜひ皆さん楽しみにしていてください。丁寧な口調ながらも覚悟を決めた宣戦布告。ライズ現役王者が四郎にターゲットを絞った。2018年10月四郎の姿は大宮のキックボクシングジムビーウェルにあった。およそ半年ぶりの日本での試合、そして初めてとなるライズルールでの戦い。四郎はこれをどう受け止めているのか。どのルールでも勝てる選手じゃなきゃいけないなと思って、だからそれで今回ライズルールに挑戦したっていうのはありますね。今はもう本当別の競技と考えなきゃいけないなっていうのはあるんで、だから本当もう練習法とかも全部一切燃えたりとかタイの練習忘れて本当ライズルールに対応できるように練習してますね。相手は今回参戦するイベントの現役王者。完全アウェイとなるこの戦いだが、四郎のモチベーションは高い。いきなりライズのデビュー戦で本当ライズのチャンピオンである工藤選手と組まれたってことは本当それぐらいライズ側も期待してる証だと思ってるんで、やっぱり嬉しいですね。打ち合いが結構得意な選手というか打ち合いで勝ってる選手なんですけど、別に自分が打ち合いたくないので打ち合い別に好きではないので、まあ、その距離に持ってくる前に自分が試合を決めれたらいいなっていうのを思ってますね。これまで貫いてきた己の信念、そして青春の全てをかけてきたムエタイキックボクシング。今四郎は格闘技人生のターニングポイントに立っている。自分がいい勝ち方すれば、その自分が今までやってきたことが証明されるわけじゃないですか。そういう思いもやっぱありますよね。当日一番インパクトのある勝ち方できるようにしたいですね。一方、その四郎を迎え撃つ形のライズ王者工藤。私生活ではウサギを飼い、心優しき側面を見せるが、リング上では誰よりもアグレッシブ。凶暴化したラビットはもう誰にも止められない。シロ選手との組まない状態でパンチの打ち合いとかってやったことないと思うんで、まあ、僕がいかにそこの打ち合いに持っていくかがちょっとポイントになるんじゃないかなって思ってますね。シロ選手はいろんな技をうまくできるんですけど、僕はもう得意技をひたすら極めに極めた挙句このファイトスタイルなんで、僕の攻撃力マジ半端じゃないんで、もうリミッター解除したらラビットちゃんこんなもんじゃないんで、バチバチを越すバチバチの殴り合いに持っていきたいですね。さらに工藤には頼もしい師匠がついている。選手以上に熱く相手に向かっていく闘将、浜川健一新宿レフティージム会長。もう工藤の勝利は確信している。静かな口調の中にただならぬ殺気を漂わせる。
この競技はやらしい競技ですよね。相手の痛いとこつく競技ですからね、まあ、そこはもう全部リサーチ済みですので、まあ、まあ結果も工藤が、まあ、勝つのはもう見えてます。はい、 100%、 120% 勝ちます。シローは最終調整に入った。たとえ3分3ラウンドノンストップで打ち合いをしても絶対に落ちないスタミナをつける。フィジカルトレーナー長瀬ニック高之の指導を受け、他のコンタクトスポーツトップアスリートたちと合同トレーニングで追い込みをかける。シローが迎える大一番、共に汗を流す仲間たちもその勝利を信じている。そうですね、まあ、走ってたりしててもやっぱこう隣の人選手、まあ、左右いてもやっぱ負けないぞっていう気持ちがやっぱ強いんで、やっぱ諦めないでも後ろからガーってこう走ってくるような、やっぱそういうところがやっぱり試合にも生きてきてるんだなと思います。一緒に練習していて、やはり一番こう刺激になるなと思うところだったり、すごいなと思うところはやはり自分に負けないことを第一でやってるなと思いますね。勉強になります。今日のラントレーとかもそうなんですけど、やっぱ最後までこう辛くなっても心が折れなくて、最後までこうやっぱ出し切るっていうのがやっぱ選手としてすごいと思います。シロ選手はタイでも試合していることが多いと思うんですけど、やっぱり僕としてはやっぱ日本でシロ選手の名前がもっと売れたら、やっぱ日本の格闘技キックボクシングのジャンルの部分でも盛り上がると思うので、もうシロ選手に本当にいい勝ち方をして、やっぱ日本の格闘技も盛り上げてもらいたいと思ってます。そして立ち技界のトップファイターたちが一堂に集うライズ両国国技館大会前日計量。誰が本物かもう間もなく明らかになる。しっかり、まあ、ライズチャンピオンで工藤選手を倒し使って、どのルールでも強いことを証明したいと思います。キックボクサーシロー、全てをかけた戦いのゴングは近い。